どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、今回なんですけれども、愛媛県にあります辛麺キッチン彩りさんに来ております。こちらですね、その名の通り辛麺が味わえるということでやっていくんですけれども、今回も辛さレベルが選べます。で、今回挑戦するのは100辛に挑戦していきたいかなと思います。でね、これね、見るとなんかね、お店の店内で今月のチャンピオンみたいな感じで、その月で追い辛をマックスのものを1位の人はね、チャンピオンとして称えられるみたいな、表彰されるみたいな感じで、ね、飾られるんですよ。で、一応なんか今月のチャンピオンが70辛ぐらいなんですかね、確か。はい。で、今回まあ僕これ100辛を見事完食することができれば、見事店舗の方に、1位としてね、飾っていただけるということなんで、今回これをちょっと目標にやっていきたいかなと思います。それでは、いた人の感想を見ていきましょう。町飲みの後に前から気になってた三番町の辛麺キッチン彩りに行ってきました。初めてなので韓国麺の3辛を注文。それでも辛かった。次は中華麺の5辛に挑戦しますと。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。で、早速中入ってきたんですけれども、これ早速メニュー表を見るとありますね。0辛から始まり、まあ一応メニュー表にはね、25辛まで書いてありますけれども、一応30辛以上だと、5辛ごとに50円増しということで、なっております。で、まあね、これざっと見たら結構100辛食べられてから多かったんでね、まあちょっとこだわって今回はちょっと105辛にやっていきたいかなと思います。行きました。こちらが辛麺105辛。お願いします。いきます。はい。用意スタート。いただきます。さあ、辛麺キッチン彩りさんの105辛お手並み拝見です。こんにちは。さあ、来ましょう。麺とかこう選べるみたいなんですけど、僕はね、このライスとか選べるみたいなんですけど、今回はちょっとこの韓国麺ですね、こんにゃく麺、はい、おなじみの、こんにゃくだからってね、本当にこんにゃくを使ってるわけではありませんよ。一応なんかこのね、制限時間があって、こう30分以内に、食べ終えることが条件らしいんですけども、はい、あんまちょっとゆったりしてないんですけどね。ボリュームありますね、やっぱ。
のチャンポンになるぞ。ちょっと熱いんだよ。お行儀よくエプロンつけていきましょう。これ結構辛いね。辛麺マスモトのなんか100から食べたことある、ね、100からの時のマスモトはね、ほんとマジ粉っぽくてあれだったんで、こっちはね、もう105回ですけど全然粉っぽくない。しかもね、全然結構こっちの方が辛いね。わー、強烈だ。結構やっぱ使ってる唐辛子が違うと辛みの感じ方も変わってくるんだろうね。麺はね、ほぼほぼ終わったんで、残りもうスープですよ。もう地獄色に染まったスープ。ダメだ。ちょっと今日はね。
昼の夕食空海の地獄ラーメンレベル100アップ、ちょっとその辛さのダメージとなんかちょっといけるかなと思ったんですけど、ちょっとお腹がねいっぱいで、ちょっと容量いっぱいで、ちょっと思った以上に全然入っていかないんで、まあちょっと麺は完食しましたけども、ちょっとスープね全然入っていかない。なので悔しいですが、ちょっと悔しいですけど、ごめんなさい。ギブアップで、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 ごめんなさい。今日は申し訳ないですね。ちょっとスープはもうちょっとこれ以上入れたんで、多分オロロロってなりそうなんで、麺は完食したということでギブアップ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。辛麺キッチン、彩りさんの、辛麺、105から辛さレベル10の辛さレベル8です。結構ね、辛さのって105からだけあってね、あの辛麺松本が100回こう食べたことあるんですけど、結構ね、辛麺松本が結構辛っぽく、なってましたけども、今回ね、もう非常にそのさらっとしたスープですけど、非常に辛めのパンチが効いた、そしてニンニクのパンチが効いた、非常に美味しい旨辛、な一品でございます。ちょっと、今日はね、ちょっと、大変あの申し訳ないですけど、ちょっとスープはね、麺は食べましたけど、ちょっとスープがね、ちょっと本当に本当美味しいんですけども、まあちょっとこれはまた挑戦しに行こうやと、次回はねちょっと体調を万全にして105からまたリベンジしに行きたいかなと思います。はい、すいません、今日はですね麺の上で発表して、はい、ちょっとね不安ない感じですけど、まあね、まあ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 こういうこともあるぞと、失敗もあれば成功もあるから、この失敗をね糧にね今後のね激辛スパイス堂にね、邁進していきたいと思います。店員さんのねおすすめの、まあ、7辛が、一応ね、辛みも旨みも楽しめるという辛さでございます。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter 等々、あと激辛ブログも更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。